木造女座像は公益財団法人大原美術館が所有する古代エジプトで制作された女性系の木彫り座像である。彫像のモデルと推定されるエジプト神話の神の中から女神イシスまたはネフティス像とも呼ばれる重要美術品等認定物件。縦2 2 0トル、横8 5トル、高さ3 4 5トル。 台座と思われるものの上に人形の像が星座をした形状である。人物はお腹のくびれ、胸の形状などから女性であることが伺える。左手は手のひらを上体の上に置き、右手は上腕を垂らし肘を曲げ前腕を指先が鼻の高さになるように地面と垂直に伸ばした形状である。人体と台座、股の両足、上下体が接する部分は分離せずそれぞれ、 溝を掘る程度で表現されている。髪はロングで前後に垂れ下げ、前方の髪は左右の乳房周辺を覆っている。前髪は眉上の額のあたりで横一文字に毛先が整えられたボブカットとなり、左右の髪は耳が露出するよう整えられている。材質は木、金などによって全体に彩色が施されていたが、現在はまばらである。頭頂部分は欠損している。 本像の作者は不明だが、プトレマイオス長期のエジプトで制作されたと推定される。プトレマイオス長は、アレクサンドロス3世のエジプト征服後に同地にできたヘレニズム国家であり、この時代に制作されたものには、ギリシア美術の特徴が、在地の芸術に溶け込んでいるものがある。本像も、女性頭部の脂質器や、どことなく沈んだ表情に、その影響が垣間見られる。 右手を上げ顔の半分を隠す仕草は、泣いていることを表し、すなわち悲しみの感情を表現しているとされる。本像はその形状から、エジプト神話の神がかたどられていると推定されている。オガミ、オシリスの配偶者である女神、イシスか、イシスの妹である女神ネフティスのいずれかであると推定されるが、それぞれの特徴である、頭頂部の形状が明らかではないため、 断定することはできない。仮に、イシスの場合は頭上に玉座または、日輪、牛角がかたどられる形状、ネフティスの場合は頭上に、ヒエログリフがかたどられる形状となる。制作された古代から近代に至るまで、本像がどのような伝来をたどったかは明らかではない。本像は、日本のヨガ家である、小島虎次郎が1922年に、エジプトに立ち寄った際に購入され、 日本に渡り、実業家の大原孫三郎の手に渡った。その後、大原は、岡山県倉敷市に設立した財団法人大原美術館に本像を寄贈した。同館は2011年6月1日に公益財団法人大原美術館となったが、引き続き同館が本像を所有し、自設館内で公開している。その他、2016年に、 国立新美術館で行われた、始まり、美の共演展、素晴らしき大原美術館コレクションでも公開された。1934年、当時の文部大臣の松田賢治は、本像を歴史上または美術上を特に重要なる価値があるものとして、同年7月31日に木造扶助座像として重要美術品等に認定し、本像の国外への輸出または、 質を規制したなお、根拠法である重要美術品等の保存に関する法律は、1950年の文化財保護法の施行により廃止されたが、同法施行以前に認定された重要美術品については、重要美術品等の保存に関する法律は、当分の間その効力を有するものと規定されている。ありがとうございます。